ポケットロケットの折りたたみを紹介します。まずは車体の左側に立ちます。で、重要な部分ですけれども、左側のクランクのペダルは前の方に持ってきてください。この位置が重要です。そうしましたら、シートマスト付け根のクイックレバーを緩めます。シートポストを持って前に倒しますと爪が外れますので、そのまま上に持ち上げてください。リアホイールがくるっと回転しまして前に行きますので、リアエンドの爪は設置させておきます。シートポストは一旦後ろに戻した状態で前の方に回して、フロントホイールを両足で挟み込んでしまいます。そうしたら、ハンドルポスト付け根のクイックレバーを緩めてあげます。そうするとハンドルがスポンと抜けますので、左手で持っていただいて、右手でシートを前の方に倒してください。そしたら、ハンドルポストはクランク、チェーンリングと反対側の方に持ってきた状態で、バーエンドはドロップハンドルですと、この辺り置いてください。フロント側のハンドルボス、バーエンド部分は、シートポストとメインフレームに挟まったような状態、こんな状態が安定します。そうしましたら、ストラップ1本用意します。こちらで、リアホイールからメインフレーム、ハンドルの上の方までぐるっと回して止めてしまいます。はい、この状態で、しっかりと固まる状態になります。はい、基本的にはこのような折りたたみ方になります。そしたら展開していきます。まずはストラップを外します。で、左手の方でハンドルを持ってシートポストをちょっと上げながら外すと、一旦またサドルは後ろの方に戻します。ハンドルポストをフォークコラムのところのスリットを合わせながらしっかりと奥まで入れてください。そしたら、ハンドルポストのクイックレバー、こちらをしっかりと締めます。さらさ、車体の左側に回っていただいて、シートポスト下、あたりハンドルを持ちながら上の方に持ち上げますと、くるっと回転します。で、リアエンドの爪をしっかりと先に入れた後に、シートマスト側の爪を入れます。しっかりはまりましたら、クイックレバーをしっかりと締めてください。で、この状態だとチェーンが外れております。右手で後輪をちょっと上げた状態に持ち上げたら、左手でクランクを回転させてください。これでチェーンは元に戻ります。はい、以上です。